はい、どうも小橋です、今日はまずはこちらをご覧ください。さあこの動画です。お、さあこの姿見覚えませんか？そうです、雪村さんのホールインワン動画です。最新の、はい、こちらね、こちらのホールインワンショット全編はこの動画のどこかで流しますので、皆さん交互期待です。さあさあ、そんなわけで気を取り直して、動画進めてまいります。今日はですね、ラントナあと2時間半ほどですかね、はい、で終わってしまうラントナなんですが、現在の小橋の状況です。じゃーん、158位、2チップが1回なんと久しぶりに出ました。2チップで、あと1チップずつ取ってトータルね19アンダーですね。で158位、なんとかこのあと2時間半の間にもう2チップっていうんですか、取りたいですね。20アンダーいきたいです。はい、そういえば動画ね、配信でまだチップってもしかして出してないかな。うん、なんかそういうのもちょっとね、嫌なジンクスとして一つあるので、なんとかこの撮影中にワンチップ撮りたいな、いやツーチップかですね。さあもうやることは変わりません。まずはブレ確認です。さあどうだ、うん、ちょっと右ブレっていう感じですかね。うん、そうですね、2タップ3タップ分ぐらいかな。おっと、うん、こういうところでのね、ジャストインのね取りこぼしはボーナスポイントのね、取りこぼしにもなるのでね、うん、もったいないですね。さあさあさあ、はい、2チップが出て、チームのメンバーさんからもね、小橋は東京に愛されてるっていう風に、温かいコメントをいただきました。確か前回の MGC でしたっけね、 MGC でも、うん、2チップを東京で取ることができたんですね。はい、まあ裏を返せばですけど、簡単なコースでしか活躍できない、それが小橋です。さあさあさあ、さあ2タップか3タップ分でしたね、今ねブレが。なので1、2、3、3タップいこうかな。おっと、これはやってしまった。スマホの操作がすごいな、やっぱこの時間のこの順位のメンバーになるとですね。そうっすもんね、今ミンゴールやってるってことは皆さん半沢直樹を見てないってことですもんね。うわー、ジャストイン失敗。で小橋はこの後風呂に入ってから録画している半沢直樹を一攫再生で見ます。くー、パワーがちょっと足んなかったですね、これ 99% か、悔しい。うん、いや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 、うん、ってことで今日は確か半沢直樹が1時間15分拡大スペシャルかなんかですよね。まあ CM を飛ばしてみても、まあ、1時間今日はかかるということで、まあ お風呂に入って半沢直樹見たら残り1時間は割っている、残り30分ぐらいでより順位を上げられるかっていう、もちろんねここでアルバトロスを取ればおそらくボーナスポイントで上がると思うので、うん、なんとか
夢のね、2桁順位。行きたいなっていうのが本音です。さあ、どうでしょう。残り100ヤード。ちょっとだけつま先下がりだと思うのでね、2タップ分だけずらしてみました。で、さあ、礼法で。ジャストインは OK。 お、ピンに向かってんじゃないですか。どうですか。いけ、100ヤード足んない。うわー、もっとか、もっとなのか。さあさあさあ、配信中のチップという目標が今回も叶いませんでした。なんとか届けたい。むしろね、こので見せられてないから、本当に小橋はこんな順位なのかっていうね、疑いを持たれてしまうまでありますよね。はい、ってことで、サインでしたね。さあ、そんな感じです。さあ、もしね、前回の動画から変化があることにお気づきの人がいらっしゃればと思うんですけど、私のコインが減ってます。48時間限定のやつガチャ大失敗しました。もう動画上げるほどでもないのでね。はい、上げもしませんでした。まあ残りね、あと数日ですが、最後第4弾のガチャにかけたいと思います。はい、では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後に皆さんの大好きな雪村さんのホールインワンショットを見て終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。以上、小橋です。